お店を探す際、口コミサイトの星の数を参考にする人が多いだろう。評価が高いほどいいお店の基準になる星評価だが、一致の家の近所にできたのは、なんと平均評価が 1.7 のラーメン屋だった。怖いもの見たさに行ってみた一致の運命は。ほう、近所に開店したラーメン屋、ガチでヤバすぎる。Google のレビュー平均 1.7、〇〇屋なのに家系じゃない。家系の製麺所使ってるのに家系じゃない。醤油ラーメンしかない。そのくせ高い。近くの家系ラーメンの方が安い。楽しみにしてたのにゴミすぎる。前の美味しかったラーメン屋閉店してできたのがこのゴミとか許せんわ。一致が訪問したラーメン屋の口コミは、なんと 1.7。それでも期待しながら訪問した一致だったが、やはり評価通り散々な店だったようだ。味は？薄い。海の家で食ったことある。1.7 とか初めて聞いたわ。これは逆に一度行ってみたい。どこや？レビューみたいわ。どのくらい待ったんや。ワクワクでそれならがっかり感もなかなかやな。前のラーメン屋が好きやったがコロナでもう1年くらい休業してて、最後は両親の介護があるって閉店した。そしてその跡地にオープンしますって張り紙貼ってあったから、前の店みたいなのができればなぁと思ってたらこれや。ああ、人気店だった前の店と比べられてんのか。でも前の店は家系ちゃうからな。Google レビューでその数字はやばいな。Google のレビュー、ラーメン空白地帯ならこれでいけると思ったのかな。かっこ星1、本日、開店。かっこ星1、まだ開店したばっかやから数少ないけどこんなのしかない。開店したばかりだというのに、酷な評価が続くラーメン屋。怖いもの見たさで行ってみたい気もする。お前の下で評価すんだよ。食レポ実況枠。ラーメン屋でそこまで低いとか逆に気になる。おじいちゃんが個人で経営してる中華そば屋でも3500やろ。今写真見たら有料トッピングもほうれん草やうずらや海苔で明らかに家系っぽいのになんでこれで家系じゃないんだよ。近隣のライバル店舗やろ。どっかが雇って工作しとる。開店当初にやられたら少ない経費でライバル店潰せるからな。レビューはこんなんな。優しめに言っても、美味しく、はないです。いえ、のつく野望で、長田屋製麺、使って非家系、ラーメンそのものも薄めの醤油に家系の中太麺っていうミスマッチなので、スープが完全に負けています。攻めの姿勢で作ってまずい、なら今後期待したいですが、家って野望をつけて有名な製麺所の麺使っておけばラーメン空白地帯なのでいけると思ったのなら、期待もできないな。まずそう。絶対まずいやつやん。割とちゃんとしたご意見。うんこの日の玉ストレート。一番優しいレビューがこれ。チャーハンしか褒めてない。ランチ時間に塩ラーメンと半チャーハンをいただきました。かっこ半チャーハンはセット価格で50円引き。麺は中太麺で見た目もそれっぽいのだけれど、いわゆる家系ではない感じでした。スープがちょいと塩っぱかったので、これからの改善に期待。半チャーハン、美味しかったです。カッコ半じゃないボリューム感で、40代にはちょいと多かったけど、若者には満足なはず。まだ開店したてなので、これからの成長に期待です。まずいのはしゃあないにしてもなんでこんな上から目線なんやろ。人生負け組でも上から物言えるのがラーメンとお笑いやからな。金を払ってるからでは？そんなもんなんかね。これからの成長に期待とかお前誰やねんって思ってしまうわ。期待してくれてるならまた来るかもしれんし、いい客やんけ。その少ないレビューが軒並み評価低いんやが、33の星3が最高評価や。一気試しに食ってみてや。食ったぞ。深夜のサービスエリアで食べたらうまいと思う。これおかしくないか？片方のレビューは薄めの醤油って意見で、もう片方はしょっぱいって。ラーメンに複数の種類があるんか？しょっぱいは塩ラーメン。醤油ラーメンの薄いってのは塩分じゃなくて濃厚さの話かもしれんし。どうせ中国系のパクリ店やろ？これあれや、濃い口ラーメン出したら売れるパターンやろ。バカしたともに味を合わせてやれ、店長。なるほどな。家系ってブランドに味覚レベルで騙されとるんやね、はてなはてな。勝手に家系と期待して勝手に失望してるだけやろ。その失望と普通に美味しくないので二段失望やな。ラーメン屋とか9割外れやからな。まあこういうのを期待していくよね。当たり前だよね。家系といえば、濃い豚骨スープに厚いチャーシュー、海苔やほうれん草トッピングが一般的だろう。一致の行ったラーメン屋は、そういった期待をすべて裏切ってしまったが、店名が〇〇屋だと家系ラーメンを提供しなきゃいけないの？八百屋って書いてるのに売り物が魚メイン屋と驚くやろ。あかんことはないが違和感はある、そういうもんや。特に良い点もないくせにノーマル800円オーバーでセットで1000円超えるような店に当たると後楽園の良さがよくわかるよな。これで810円や。海苔ラーメンで草。海苔トッピングかっこ100円してるから。冷え系に海苔トッピングとか絶対持て余すやろ。見た目はそんな悪くないな。スレミンの言う通り、見た目は普通の美味しそうなラーメンに見える。
1点台は病院か事件起こすような店じゃないとつかないから。いやだから醤油ラーメンとしてあんまり美味しくないって言うてるやろ。ラーメン屋ってよく密集してるイメージあるんやがなんでや。集客がなんたらかんたら。ラーメン好きが来るはずやから一度は来てもらえるってやつか。ラーメン屋がよく密集して出店するのは、スレミンの言う通り、ラーメン屋がたくさんあるから、と集客しやすいからというのが理由の一つのようだ。空白地帯と書かれてたけどこのラーメン屋の2軒隣にラーメン屋あるわ。ちなそっちは醤油ラーメン680円。たまにあるよな。〇〇屋なのに全く AK じゃない店。おっと、山丸屋の悪口はそこまでだ。ラーメン屋のご飯物でチキンカツ丼ってあんまり見ないよな。一致の言ったラーメン屋のサイドメニューでは、チキンカツ丼や牛バラ丼といった、他のラーメン屋では珍しいものが注文できるようだ。Google レビューって高くなりやすいらしいのに 1.7 早でいな。まあまだ件数自体少ないしな。ワイも近所に二郎系オープンしたけど口コミ見てると評判ひどいわ。太麺で薄味って本当にまずそう。評価 1.7 のラーメン屋は、残念ながらお世辞にも美味しいとは言えなかったようだ。こういった評価は、一般のユーザーから集めている場合がほとんどだが、最近では Google マップでの評価投稿も増えているようだ。そんな Google マップの口コミについて、一致には疑問があるようだ。Google マップで飲食店に低評価の口コミ投稿してる奴らわらわら。なんかあいつら文章おかしいこと多いよな。Google マップの口コミは、飲食店だけでなく様々な施設のレビュー可能だ。そのため、飲食店レビューサイトよりは書き込みがしやすく、多種多様な口コミが溢れる魔境と化している施設もある。興奮してたり言いづらいのだろう。そらそうよ。わざわざ時間を使って文句を書く奴らやし。頭おかしいもん。でも Y も一回低評価コメ書いたことあるわ。削除しとこかな。やばい店やった場合は注意喚起の意味で低評価つけてるわ。評価の割合見れば大体わかるけどな。せやね。Y が低評価つけたのは、変なルールを客に敷いて喧嘩腰やった店と、会計してお札触った手でそのまま寿司握った店や。高評価米は桜臭いし低評価米はバカ臭い。星3から4が信用できる。星1つのレビューは同様他社がかなりやってそう。言うて Y も不快な思いした時は普通に評価下げるけど、その分良かったお店は死ぬほど褒めたたえる口コミ書く。当店の位置とか分の改良の仕方とかなんか漠然とした不安に襲われるわ。とっても素敵なお店でした。店員さんも優しくて楽しい時間を過ごせました。また伺いたいと思います。星2、矢印一番謎なのはこういうやつ。女はこういう文章書きがちやぞ。文章っていうか文章では高評価なのに星は2つとかの低評価にしてるのが謎なんよ。確かに謎やな。これ日本人の特徴なんよ、特に女。そう簡単に星5つはやらんぞっていう。それほど不満がなく楽しかった場合は2、3の評価。自分だけ特別扱いされてこの上ないサービスを受けて初めて5になる。確かにゲームのレビューも日本って他の国に比べて辛口やわ。日本人のサービス方が原因で、どこ行ってもそこそこ良いサービスが受けられるのが当たり前になってる。だから消費者はそれに慣れすぎて簡単に満足できなくなってる。客数割と少ない個人店だと誰が書いたかも特定されてるのにようやるわ。インドカレー屋で写真付きの高評価の口コミ書いたら次店行った時に Google の口コミありがとて店長に言われたわ。なんやそのグーカワ店長。また行きたくなるやろが、カレーの写真見てわかったて言っとったわ。料理も美味しいし店員さんみんなええ人やし無事常連になったで。かわよ。かわいいけど特定できるんだぞってことだよな。特定されたところで高評価なら感謝されるだけやし、低評価にした店なら二度と行かへんからノーダメやな。うまかったし A 店やったわ評価しとこ矢印わかる。なんやこの店クソやんけネットに書き込んだろ矢印わからない。今後行かなければ良い話では。はてな。行ったことある店やと明らかにこいつに原因があったんやろなみたいなコメントは見かける。これはあるな。有名個人店矢印値段だけばかりのクソ店。接客も最低。こんな店に高評価つけてるやつの気が知れない。花丸うどん矢印ここのうどんは最高日本一美味しいんじゃないかなみたいなのがいて草生えた。草。明らかにサンプル数的にうまいのにそれをまずいと感じてしまう味音痴って実際おるよな。あれマジでなんなんやろな。それこそ妨害なのか行きたくても行けない嫉妬なのか知らんが。こんな感じで、句読点を多用する評論家やつは、発達障害の、昭和生まれで、確実に、頭悪いのに、神様や、グルメ気取りを、超えてて、草なんや。文節ごとに使うべきだとなぜかどこかで学んでしまったんやろな。病院の評価とかいうクソまみれの評価。あれは低評価ほどいい病院なのでセーフ。良い病院は良い評価も書かれてるからね。悪い方が多すぎると察する。すれちやけど、当店の数自体は適当なんやけど打つ場所が気持ち悪いやつおるよな。わかるわこういう、感じのやつやろ。まあもっと気持ち悪いんやけどそんな感じや。多分はイラには再現できないやつな。正直ゲームもそうだけど、飲食店も結局自分に合うか合わないかだから、
自分と同じような好み持ったやつを探して、そいつが高評価している店行くのが一番いい。客観視って概念がないんやろなって。ボロクソに口コミ書かれてる病院があったんやが、相当いろんなこと書かれてて、挙句の果てに謝罪に同じ文章使い回すなみたいなこと書かれてて草生えた。草、そんな文章はテンプレ加工するだけなので当たり前。なんなんやろな。わざわざ低評価を書く理由がわからん。悪意しかないやん。普通は知人や友人に、あそこはやめた方がいいよ。と軽く言うにとどまるわ。精神が未熟だったり幼稚だったりするんやろな。ただ美味しくないだけなら星減らすだけやけど、不快な思いさせられたらムカつくから星減らして文章でも書くわ。日本人は減点法レビューをする傾向にある。加点法ではない。明らかに変な人いるわね。付近のコンビニ全部に低評価をしていてその理由が駐車場が入りにくいばっかり。田舎住屋が駐車場ふんなコンビニは叩かれても仕方ない。近所のコンビニのレビューに、外事、店で買ったカップラーメンを店に置いてあるポットを使ってお湯入れて、店の中で食べてたら出ていけと言われた。ならポットを置くな、とかいうレビューがあった。ちなみにイートインスペースなんてものはない。Y 公共の口コミで、星1、大きい。ってのみてから Google マップの口コミは信用してない。さ。クソデカ建物が国の金で建てられてることにお怒りなのかもしれん。まあそんな文句を言うやつは払った税金よりでかいサービス国から受けてるだろうけどな。帝国ホテル東京ですら 1% の星1があるんやし。冷静に考えて客の位置が最低の評価を下すようなホテルが日本トップクラス扱いされるわけないよな。がっつり系の洋食屋で量が多かったって低評価あったの草はえた。少ないならまだしも腹いっぱい食えたのに低評価はひどい。やっぱ知り合いからの口コミが一番ええな。それでも Google は信じられるから、矢印こいつが一番の謎。Google は信用できても利用者は信用できんわ。Google 口コミはお金絡んでないから信じられるらしいわ。公園とかに星つけてるやつは単純にローカルガイドのレベル上げしたいだけか？あれのレベルに価値を感じてるやつっておるんか。ローカルガイドとは、Google マップで活動するユーザーが所属できるコミュニティだ。口コミを行ったり、場所の情報を正しく修正したりするとポイントが手に入り、一定以上貯まるとレベルが上がっていく。ユーザーアイコンの元にバッジが表示される他には特に特別なものはないので、レベルが上がるのを楽しみながらレビューを書いてほしいという戦略のようだ。まあ飲食店はレビューの内容は正直どうでもよくて料理とかメニューの写真貼ってくれてたらそれでいいんやけどな。店側が提供してる写真ってあまり信用できないよな。むしろ信用できると思う。ライティングとかめちゃくちゃ考慮した盛りまくった写真が大半や。素人が撮影したクソみたいな写真は信用できる。今もよりのファミレスの低評価見たら、冷凍ばっかでうまくない星1、安い星1、店員が暗い星1、とかばっかでファミレスに何を求めてるんやって思った。しかもみんなフルネームやし。たまーに闇深かったりむしろ行ってみたくなるほど口コミ最低の場所あるよな。配達業者の態度が最悪でした。商品には満足していますが星1つです。商品のレビューをしろ定期。悪口言うためだけに書いてるやつおるよな。これとかマジで意味わからん。なんで星1やねん。綺麗な夜景でした。という文章とともに投稿された写真は、確かに綺麗な夜景だと思うのだが、この口コミの評価はなぜか星1だ。星が少なくなることに評価が上がると思ってるかもしれない。夜景は綺麗やったけどに星はなかったんやで。詩人かな？マイカのお作り780円を頼んだらこれ出てきた。これ残飯でしょ。北海道来て780円のイカそうめん頼んでこれ来たら切れるでしょ。マジで来たからな。北海道のある飲食店に着いたレビュー。イカのお作りのようだが、妻の方が多く細いイカそうめんが複数並んでいるだけの、雑すぎるものが出てきたようだ。これは切れてえ？幼稚園のレビュー、うちから遠い、星1。いや知らんわわら。幼稚園児が頑張って書いたのかもしれん。卒業生が Google マップの学校口コミに経験談書くのが怖い。頭おかしい奴らやんけ。ゲームのレビューで日本だけレビュー禁止になったよな。日本以外だと発売後に評価がまともに積み上がるのに、日本だけは買ってないのに星5と星1つける奴らのバトルになるせいで。買ってないのにレビューできちゃうのなんて直さへんのかな。誤認させるのが目的なんやろな。 Google レビューはそのうち評価と連動して優先表示したりするようになるはず。ますます工作がはかどるで。 Google は前から AI による広告マッチングに力を入れてるから、最終的には高評価で評価って単純な表示ではなく、あなたに合うかどうかを表示する方向に舵を切ってくと思う。あんま知らんけど日本だけでもなさそうやで。海外でもレビュー嵐は問題になってるみたいなニュース見たことある。レビューサイトは一般人でも気軽に書き込めるとはいえ、行き過ぎた低評価は誹謗中傷になることを忘れてはいけないだろう。参考にする際は、本当に正しく評価されているのかどうか、自分で見分ける力が必要だ。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。
皆さんは口コミを書いたことがありますか？よろしければ、ご意見をコメント欄に書いていただけると嬉しいです。この動画が気に入っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をお願いいたします。